はい、今回はですね、あの煩わしい MS 処理をですね、簡単に行えるというプラグインをご紹介したいと思います。MS マトリックスというプラグインなんですけども、まあ、簡単に言うと MS というのはですね、真ん中から出てる音で左右から出てる音、当然真ん中の音の方が大きくなるんですね。で、これらのこうサイドから出てる音を少し持ち上げたりとかするだけでもかなり音圧が上がったりとか迫力を出してですね、最適化するという目的で行われることが多いと。今回 MS ちょっとやってみたいと思うんですけども、ここから再生してみましょう。まずじゃあどうやって、プラグインを使うのかという説明なんですね。まあ今 MS を行う際は大抵こうインサートエフェクトは切っときますね。素の状態にしておくと。でここで赤がつかないことが、ポイントになっています。ここでですね、ウェーブスのスペシャル、この MS マトリックス選んであげますね。立ち上がります。でこれ再生して聞いてみましょう。左と右、今音量差が出たのが分かると思います。これは何が行われたかっていうと、左がですね、真ん中の音で、右がサイドの音を2つに分かれたわけですね。じゃあこれに対してどうやって個別に処理をするのか、まあそこが大変なとこだったりとかもするんですけども、まあ一番おすすめな方法としてはですね、オーディオにしちゃおうと。でこれ一回やってみましょうか。まあこの辺りを今使う範囲ですね、を書き出すと。名前を決める。で、まあ、場所も決めてあげて、で書き出すときにチャンネルを分割というものをやりますね。つけると。そして、書き出しましょう。はい、書き出しが終わりました。ちょっとややこしいので新しくプロジェクト立ち上げてみましょうか。で新規で作ったプロジェクトに対してさっきの曲入れてみましょうか。 LR に分かれたものを入れてあげる。こんな感じになります。でさっきも、左が、真ん中の音で、右側が左右の音だったということで、このパンをですね、ミキサー画面から行きましょう。ですね。右にあったものは右に振る。で、左のものは左に振る。で、これで聞いてみると、まあ、こういう感じになってるわけですね。で、これだけだと、全然音が変わってしまっているので、何をやるかっていうと、マスターにですね MS を挿すんですね。ウェーブスのまた同じく MS マトリックス挿す。これで元に戻ります。こんな感じですね。要はさっきバラバラになったものにもう一回これをかけてあげることで元に戻るという状態です。で注意点としては、もう右のものは完全に右に振り切る。左のものは左に振り切ると。あとは、ちょっと名前つけときましょう。サイドとセンターとしましょう。そしてですね、サイドを上げたいということは、例えばここに、サイドを少し潰してですね、ここの時にモノラル選んでくださいね。こういう風にして、サイドだけ潰すと。で、これでサイドを上げておく。こんな感じで普段ではですね、ありえないような、こう、サイドだけコンプかけたり、EQかけたりができるわけですね。その次に、若干じゃあ音圧を上げときましょう。この時のコツというか決まり事は、必ず MS マトリックスで、戻した後にこれを入れてあげてください。で、これで音圧上げてみると、これ今かけてる状態ですね。こんな感じでですね、左右の音量がアップしているためにこのような広がりが得られると言ったのが、この MS マトリックス MS 処理になりますね。ブログでも紹介してて、こうわざわざこうチャンネルで書き出したり、チャンネル書き出して位相を反転させてとか、そういう手間が省けますね。 EQ かけてもいいですしね。で、さっきもちょっと言ったように、プ
プラグインかけるときはモノラルでかけてくださいね。でこんな感じでですね、いろいろと試して遊べるところだと思いますんで、ぜひトライしてみてください。はい、じゃあこんな感じでですね、今回 MS マトリックス終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。